かつての武田軍に苦しめられた徳川、今は大衆円数も戦況も我らの優勢、皆の者勝利は近いぞ。徳川家康、何する者ぞ。さあこれは矢を放て。行くぞ。今じゃ、敵を一気に押し返せ。はかられたか、城下家康。半蔵、不言実行の使用。
沈黙。ようやった。真田の策もここまでよ。行くぞ。信州を奪わんとする徳川の一歩、上杉が止める。守りを固めろ。粘るのだ。無駄を打ち取る。火星に来てくれたのだ。彼らの気に応え、必ず勝たねば。人だけは神の。主の光が曇らぬように、影が手を汚すのだ。忍びごときに上杉の兵は崩れる。影に沈め。闇。老人相手に手加減なしか。お見事。名とは、すべての敵をほふろ。目に遭うたが、真田の策も尽きたであろう。全軍、上田城の天守を目指せ。最後、行くぜ。タヌキ狩りだ。守りを固めろ。ふぅ、助かった。命が縮んだぞ。お見事。影に敵なし。敵将沈黙。どうだ。
策はまだ残ってたりして、真田家最後の秘策、ここで誕生。鉄砲の弾より速い人間はいない。これ真理な、その真理、人はともかく影には通じない正行の他はどうも死にたくなく、真田の槍は敵を見れば必ず戦う。影に敵なし。
どうかご無事で。みんな、ようやってくれた。感謝するぞ。